皆様こんばんは、モノコチャンネルです。明けましておめでとうございます。今年も皆様に様々な恐怖をお届けできるよう頑張りますので、引き続きよろしくお願いいたします。新年一発目は恐怖映像です。ヒヤッとするような恐怖の映像を5つご紹介いたしますので、心してご覧ください。それでは見ていきましょう。台湾の中天新聞にて、2017年12月、恐ろしいニュースが報道された。それは、女性が歩きスマホをしながら、立体駐車場へ入っていってしまうというもの。ではまず、その恐ろしい映像をご覧いただこう。女子走在医院停车场，边走路边低头滑手机，下一秒竟然直接走到了立体车库当中。等到车库的铁门都放下来了，女子才发现大事不妙。但机器持续运作，女子站在平台上，直接被带到地下一层。虽然门打开后，她想要往外走，一辆车却直接往平台上快速移动，将她撞倒在地。いかがでしょうか？なんと歩きスマホに夢中で。全く前を見ておらず、気づけば立体駐車場に迷い込み、そのまま地下へ直送されてしまったのだ。途中、過激な表現の部分は、モザイク処理をしております。皆様お察しの通り、女性は車に当たってしまいます。幸いにも、女性は骨折だけで済んだのだが、一歩間違えていれば、大惨事になっていた可能性は高い。実際に、立体駐車場での死亡事故も記録が残っている。中には、歩きスマホをしながら、踏切で待機していたら実は踏切の中にいて、スマホに夢中だったばかりに気づかず電車にはねられてしまう。といった、にわかには信じがたい事故まで起こっているのです。年々問題視されている歩きスマホ、なかなかなくならないようですが、皆さんは大丈夫ですよね。ロールスロイスにぶつかりたくない。立体駐車場に入りたくない、と思う方は、絶対に歩きスマホはやめましょう。続いてご紹介する映像は、カップルの喧嘩中に起きた衝撃映像です。一体何が起こるのでしょうか？このあたりで私は、みかんを落としてしまったおばあさんに何が起こるんだ、とヒヤヒヤしながら映像を見ていました。すると、喧嘩中の女性が、おばあさんを助けに行こうとするのですが、彼氏は、話はまだ終わってないだろう、と言わんばかりに彼女を引き止めます。しかし、制止を振りほどき、彼女はおばあさんの元へ行きます。その後、彼氏もしぶしぶおばあさんの元へ向かうのですが、いかがでしょうか。なんと、喧嘩をしていたカップルの立っていた場所に、看板のような大きな物体が落下した。男はおばあさんに感謝を表します。この時、このまま言い合いを続けていたら、男がふてくされたまま、あの場所に留まっていたら、想像するだけでゾッとしますよね。私は、猫ちゃんまでもが助けに行こうとしていた。温かい絵に感激しました。続いては、ディエゴスピーカーズ氏によって、TikTok へ投稿された、恐ろしい映像をご紹介します。投稿者曰く、この家では、小さな少女の霊が頻繁に姿を現すのだそう。画面には、子供が遊ぶテントのようなものが映し出されている。中には、いくつかのおもちゃがあり、足元には毛布のようなものが敷かれているのみで、何の問題もなさそうなのだが。お分かりいただけただろうか。なんと、誰もいなかったテントを別の小窓から撮影すると、そこには確実に誰かいるのです。
敷いてあった毛布をかぶっているので、姿はわかりません。何か得体の知れないものが、目の前にいます。こちらは別の日に撮影された映像。いわくつきの部屋を撮影しているのですが、わかりましたか？映像の始め、いわくつきの部屋が映し出されているのですが、窓に少女とおぼしき顔が浮かんでおり、部屋の中をじっと見つめているのです。もちろん窓の外に立てる場所はない。そしてその姿はすぐに消えてしまった。テレビを見ている時も、それは姿を現します。人の入れるスペースなんてもちろんありませんが、確実に棚から手が出てくる瞬間がカメラに収められていました。ディエゴ氏は長らくこのような怪奇現象に悩まされており、未だに解決しないのだそう。この少女は一体、撮影者に何を訴えかけているのだろうか。皆様は普段、電車に乗られることはありますか？急いでいるとき、駆け込み乗車をしてしまった経験は、誰もが一度はありますよね。2021年11月、古めた氏によってツイッターへ、駆け込み乗車の瞬間がアップロードされたのだが、それが恐ろしいと話題になった。いかがでしょうか。急ぎすぎたあまり、ほぼほぼ閉まりきった扉に突撃し、そのまま脳震盪で倒れてしまった。幸いにも、途切れゆく意識の中で乗車するというミッションは完遂。少しすると男性は意識を取り戻し、何があったんだ、といった素振りを見せおどおどしています。大事には至らなかったということでよしとしましょう。これ、皆様も一度は使ったことありますよね。どこでも売っているこの単語帳、どうやって作られているか知っていますか？単語帳の製造工程を投稿している TikTok のユーザー、ロビーアン氏の映像をご覧いただこう。怖すぎて笑えない。まさかどこにでもある身近な存在の単語帳が、こんなリスクと隣り合わせの中製造されているとは、想像もつきませんでした。これからは、単語帳を使用する際、この映像を思い出しながら使うと、より頭に入りそうですね。今回は以上です。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは、皆様が気になるような様々な話題をまとめて配信していますので、ぜひ、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。